まだ10時半です。私にしては早い毎日配信です。なんでかというと明日から28時間配信が始まるからです。早めに寝ます、本当に今日は。って言いながら明日の明後日の確認をしてたらいつも通りの寝る時間になりそうな気がするけど、なるべく早く寝れるように努力する。こんばんは、こんばんは。ハートピカピカ、いっぱいオープンもサリウムもありがとうございます。お疲れ、ありがとうございます。明日は寝ないの？え、寝れるなら寝たいんだけど、寝れそうな時間あるのかなって感じ。多分アドレナリン、まあ、そんなね、そうがっつりいつも通りの時間がない公演、手をつなぎながら公演みたいな感じのをするわけじゃないけど、ミッドナイト公演イベントが12時前にやって終わった後、 K2 の企画が7時半ぐらいだっけ。まあ寝れるっちゃ寝れるんだけど、ちょっと迷うよね、この絶対に寝坊もしないのね、私寝たとしても。でもなんかもしかしたらってことを考えるとちょっと怖いので、多分起きてみんなの配信とかを見守ってる気がする。寝るとしても横になる、がっつり横にはならない気がする。座りながら目つぶるぐらい。ハート、ありがとうございます。いつも私さ、睡眠時間が前ボートレースの時とか1時間半2時間半睡眠の時は起きれるか不安すぎたので、ほぼ座った状態で寝てた。横になってるけど体、上半身は起き上がってるよみたいな感じで寝てる。絶対起きれる、その時。あと電気は絶対に消さない、そういう時。暗いと目開けても暗いから、眩しくないと寝に入っちゃうので、ちゃんといつもと差をつけてる万が一のためにね。全然体休まってない。でも起きない、起きれない時の方が怖い、嫌なので。人に迷惑をかける方が嫌なので絶対に起こしてる。こんばんは、こんばんは。疲れ、応援してる。ハート、タコ、ポップコーン、ピカピカ、ありがとうございます。明日も早起きです。あ、そう、今日言おうとした、明日28時間配信やっぱ始まったら、配信毎日配信かぶるとなんかあんまよろしくないと私は勝手に思ってるので、頑張って朝起きて朝配信します。多分メイクしてないです、マスクです、ごめんなさい。15分配信します。何時だろう、ちょっとでも多く寝たいので6時から6時半の間から始められたらいいなって思ってます。今のとこね。そう、起きれなかったら察してください。一応準備向かってるけど、配信、そっか、気力なかったかと思ってまあやると思うけど、私の場合万が一ね、なんかあっても事故したとか、そんな大きな心配しないでいい、平気だからねね、一応でも頑張ります。ハートピカピカ、お疲れ、ありがとうございますは
はい、ありがとう。ハートありがとうございます。スマホ近くに置いてこうね。あ、そう、あとね、睡眠時間短い時携帯を絶対このここに置いてる。音が、目覚ましの音がすぐに聞こえるようにと、ブーブー振動音、もう体に直に分かるようにしてる。持ってる、持ちながら寝てる。ほぼ寝てないけどね。そう、全然睡眠時間が短い時って私寝返り打たないの、びっくり。寝た時と同じ格好になってる。あと普通に眠すぎてもう熟睡なんだろうね。動くのも忘れるぐらい。まあそれほど短いっていうのもあると思うんだけど、でも普段の睡眠時間の時は全然いっぱい動いてます。寝相悪いほどじゃないけど、平均的な寝相寝返りとかしてる。布団がとんでもないとこにいたりしてる。左右逆になってる時もある、布団。あるよね、そういうの、たまに。たまにね。どういう時が多いんだよ、その時。疲れてる時ではないな、別に。いや、でもね、夏が一番起きるよね。冷房まだついてない時だと暑すぎて布団が熱く邪魔で蹴るよね。多分蹴ったり手でどかすよね。寝てるからちょっと記憶にないけど、そう、夏ね。でもまあ猫と蛇がいるので基本は無理しないぐらい冷房はすぐつける。暖房もいっぱいつけた。生き物を優先。乙女が落ちてる、へそ天で。かわいい。明日楽しみだな、ミッドナイト。一番。え、ミッドナイト来てくれる人結構いたよね、確か。グランドフィナーレもいるんだっけ、ファンの方。劇場に来てくれる。そうだよ、ついに少人数で選ばれました、里川さんと一緒のグループに。何年待った、6年目え、待って、いっぱいいない、嬉しい。トレード待ち、待って、トレードあるの、倍率すごいって聞いたのにな、ファンの方に。予想だけど。こんばんは、こんばんは。え、すごい、1、2、3。え、結構いない、嬉しい。オープニングも、あ、オープニングも劇場にみんないてくれるのか、嬉しい。でもオープニングでも当たるのすごい。本当はね、全部来てほしい。みんな入れ替わりなんだね。一回入った人が最後まで当たって居座る、劇場に居座る。ずっといるわけじゃないもんね。お尻とんでもないことになっちゃう、寝れない。修行かなって思っちゃう。28時間劇場。修行や。耐久。
でもなんかあってもいいかもね、面白そう、挑戦。座るのはちょっと無理だけど、長すぎるけど、気持ちそれぐらいな確かにご飯も食べれない、大変だ。そっか、ハートありがとうございますとないとね、チーム別も楽しみだし、非公式だっけはちょっとまだ分かんない、全員だもんね。あ、それ聞いた、昔のミッドナイト公演は劇場にファンの方がいたっていう、公演終わりでも、でスタッフさんになんかメガホンとかで朝始発が来ましたよみたいな、なんかアナウンスをされてみんな帰っていったみたいな話をこの間聞いた。すごいね、面白い、始発来ましたよ、やばい本当か知らないよ、私も実際に見たわけでもないので、相当前なんじゃないね。近場の人とかはねいいけど、やっぱ遠くから来てくださる人もいるので、じゃんけんで勝つとなんかもらえた。え、そうなるの、やっぱさ今と違うよね。そうだよね、ね、楽しそうなの分かるけど、スタッフさん大変だよね絶対。スタッフさんが一番起きてなきゃいけないよね。ファンの方は車で寝ててもいいってことでしょ、まあ、それまでスタッフさんも寝てたのか。いやでも寝る場所がないよね、床すごっ、そんな時代もあったんだな、ね、いつもすごいなって思う、 SKE の劇場にいらっしゃるスタッフさん全員。でもさ今の劇場ってさ、やっぱ時間がない公演でファンの方からいただいたものでクッションが置かれてるじゃないですかそれのおかげでちょっとお尻平和じゃない平和痛みがさ昔より平気じゃない。大事だよねあのクッション本当に。毎週もあれ座って、制服の目公演の初日前のゲネプロ見させていただいた時全然お尻痛くなくて嬉しかったもん。まあない時にあんま見たことがないんだけどね、 K2 っていうか K2 の初日じゃないね、支払い価格1人公演の時に来てくださったファンの方のおかげです、はい、応援してるハートありがとうございます。あれ置かれたけ知らんかった、嘘、そうなんです、 K2 の新公演の時です、そうなんです。確かにクッションなんでだろう、私たちは知りません、いつの間にかありましたいつの間にか知らされました。そうだね、企画のゴーさんのおかげでもあります、はい、2017年9月5日の12時9分開演の時6時まで開放してたって、すごい2017年やば、めっちゃ前だ、え、めっちゃ前だ、約6年、もうそろ7、すっごいピタピタ、ありがとうございます、今日で406日目、ありがとうございます
明日の配信のことしか喋ってない。今日は本当にボートレースの生配信ありがとうございました。ちょっと初めて、ま、今日配信に参加させていただいたのが3回目なんですけど、 1,2 回目は最後のレースとかで一応的中してたんですね、1回ずつ。今回初的中ならずで本当に悔しい惜しいとこまでは行ってたのに当たらなくて、ちゃんとかけてたのに、やっぱね考えすぎはダメなんだって思った、まあ、最初から私考えてたんですけど、いろんな人の予想とかを AI の予想までも見てて、私考えすぎよくないもうそうかすってたの。確かにレース数もっとあったらもしかしたら当たってたかもしれないね。そうやっぱ初めての人は直感で最後の最後のレースで当たるって言うんですよ。私は、まあ、もう3回目ですし、まあ、もうなのかまだなのまだな方だと私は思ってるんですけど、直感で言ってないから悪かった。悔しい。絶対次も的中させるので、次もじゃない、次はだねまた配信に参加させていただけると嬉しいな。うーん悔しい。でもそれぐらい楽しい、楽しんでます。私あんまり顔に出てるかちょっと不安なんですけどそうみんな優しいです本当に。説明が分かりやすすぎてどんどん頭に入ってく知識が得てくる。ギャンブラーしくなってる。危ないね。ちゃんとそこはね考えるので本当に助かりました。今日も前回のボートレース多摩川の時もそう助けていただいたので、ハートありがとうございます。ハマったらどっぷりハマっちゃうんだよ私、性格上。そうなんだよね。なんかこの生配信とかいつもね決まる前までに絶対に何かをしてちゃんと当てて、当てた時のことを配信で話したりしたいなっていう気持ちはあるんですけど、ここ最近ちょっとね予定が全然合わなくてできなかったんですよ。目を止め、ねえ悲しい、目を止めドメの声もちょっと寂しそうだよ。満州欲しい。ハートありがとうございます。悲しい声乙女。そう思うとさ猫ってすごいよね。うん、あうんって言ってない、ひらがなで言うとにゃじゃない、あうーって言ってない。ピカピカありがとうございますわかるなんか文字にできる乙女の鳴き声ってかわいい。シルクはどうだろう、今もそう、ニヤじゃない、ちょっと私のことかぶっちゃう、聞こえない。ん、お父ちゃん、乙女見えません、来ない。やばい、ずっと配信したくなっちゃう、ダメだ終わりにしないと。
悲しそう。かわいいね。とりあえず今日は早めに寝ます。頑張って寝ます。切りたくな。そうだ、明日早朝配信だった。頑張ろう。15分配信頑張ります。かわいいピカピカ、ありがとうございます。ではランキングを読みます。1位ささん、2位ハッピーさん、3位ハッピーさん、4位猫ちゃん、5位アニバーサリー、6位ハッピーさん、7位クマちゃん、8位ハッピーさん、9位ダルマちゃん、10位忍者ちゃん、忍者くん。え、ダメ、乙女。11位ササン、12位なんだこれ、草透明、13位ネゴちゃん、ありがとうございます。透明ちゃんダメ、何したの、ガリガリしたでしょ、そんな元気泣かない、悪いことしてんだからあなた。でいつもね笑っちゃうの、怒ってるのに私は甘やかしちゃうの、こうやって。みんなも笑いたくなるのわかる。もとめちゃん何、いい顔してるわ本当に、言い訳ね、あれかわいい。終わりにします。ね、どめありがとうございました。明日楽しもうね、みんな一緒についてきてね。おやすみなさい、バイバイ、ありがとう、ギフトありがとうございます。